ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日の動画は楽曲分析、名曲や話題曲を分析し一歩進んだ音楽の楽しみ方を提案するという企画です。今回ご紹介しますのは、昨日ミュージックビデオが公開されたばかりのアイドルグループ乃木坂46の最新シングル表題曲君に叱られたです。まだミュージックビデオをご覧になってない方は右上の情報ボタンからそちらもアクセスし、ぜひご覧ください。この楽曲ですね、先日テレビでの初披露っていうのがありまして、すでに曲を耳にしていたという方も多いかもしれません。僕のチャンネルの動画のコメントや生配信にもパクさん聞きましたなんていう声がたくさん寄せられておりました。ミュージックビデオを見て、CD 音質とはいかないまでも、テレビとかラジオよりもはるかに高音質な音を聞いて、ちょっとこの曲は日本のアイドルポップスの世界がガラッと変わるターニングポイントになりうる、そんな曲なんじゃないかなっていうことを思いました。今日は楽曲についても少しお話をしますが、アイドル音楽に楽曲を提供する作家の皆さんにちょっとスポットを当てて、今の日本のアイドル音楽界に一体何が起きているのかっていうのを音楽から推測してみたいなと思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関するさまざまな動画をお届けするチャンネルです。ぜひチャンネル登録のサポートをよろしくお願いします。まずは、僕の君に叱られたについての感想っていうのをお話ししたいと思います。ポップでキャッチーなメロディー、トラックの上で、可愛い女の子が歌い踊ると、それを見ているだけで幸せな気持ちになれるよね、そんな感じです。新しさっていうのは特にないけれども、アイドルポップスの一つの正解っていうのを堂々と提示している、そんな曲だなっていうふうに思いました。歌詞に関しては、僕が大好きな秋元康節というか、秋元康の哲学っていうのが反映されていて僕は好きだなっていうふうに思いました。僕がこの曲から感じた秋元康節、秋元康の哲学っていうのは何かっていうと、たった一つの小さなきっかけで自分の世界が180度ガラリと変わる、その変化の瞬間を歌で描いているっていう点です。秋元さんの歌詞って結構こういうの多いと思うんですよね。君に叱られたに関しては、まあ恋人なのか友達なのかまだ分かりませんけども、君に叱られた、ダメ出しをされたっていうことで、自分の頑なだった考えが変わる、その瞬間を描いてるんですけれども、秋元さんって昨日まで、さっきまでの自分を全否定して、これからの新しい自分に生まれ変わるっていうことを全く恐れないっていうか、悪びれることなく開き直れる強さがあるっていうふうに思うんですよね。昨日までさっきまではこんなこと言ってたけども、ごめんごめんそれは間違ってたと、これからは今日からはこういうことでいくからよろしくみたいな瞬間の衝動に、素直に従って、自分の中の正解とか選択っていうのを変えることを良しとする、それを二枚舌なんていうふうに非難する人もいるでしょうけども、秋元さんはそれはもう全面的に OK だよっていう考え方なんじゃないかな。そこに僕はすごく共感するんですよね。僕はこの曲聴いてて、すごくスッキリするなっていうふうに思いますし、自分の好きな歌が聴けてるなっていうふうに感じます。さて、ここからが本題でございます。今回の楽曲作曲はユースケースのお二人、2020年から秋元康プロデュースのアイドルグループに盛んに楽曲を提供するようになりまして、中でも2020年の3月にリリースされた乃木坂46の I See という楽曲がカップリング曲にもかかわらず、ファン以外も巻き込んでちょっとした話題になりまして、ずっとヒット曲がないなんていうふうに言われていた乃木坂46の歴史の中で一番楽曲が遠くまで一人歩きをした、そんな曲を作った作家さんです。IC がなぜ話題になったのか、過去に楽曲分析の動画で、詳しくお話をしているので、詳しくはそちらぜひご覧いただきたいんですけれども、まあざっくり言うと2つの理由があるっていうふうに僕は考えていて、1つ目の理由は音がかっこよかったってこと、2つ目の理由はジャニーズっぽさが強く感じられたってこと。ユースケースのお二人って、嵐に長年にわたって楽曲を提供していて、ジャニーズ畑の作家さんなんですね。
過去 AKB 以降の秋元康プロデュースグループにここまでジャニーズ畑の作家さんがコミットしたってことはなかったんじゃないかなっていうふうに思います。ジャニーズの楽曲も手掛けているっていう作家さんはもちろん過去にはいたんですけれども、スポット参戦だったりとか AKB などの楽曲を多数手掛けた後にジャニーズ畑に移っていくっていう流れだったり、音楽家としては、ジャニーズのアイドルグループの楽曲を手掛けるっていうのは、まあ、なかなかに誇らしいことで、それはジャニーズが長きにわたって日本の音楽文化に貢献してきた歴史っていうのがあるから、優れた作家、優れたミュージシャン、優れたエンジニアを起用して丁寧な音楽作りを続けてきたから、そこに加われること、その仲間入りをすることがステータスになるわけですね。はっきり言ってそれと比較すると秋元康プロデュースのアイドルグループの楽曲の多くっていうのはすごく低予算で作られていて、特に印税収入、権利収入を得にくい専業の編曲家の方っていうのはより自分の仕事ぶりを高く評価してくれる、まあ高いギャラを払ってくれるところに流れていく傾向っていうのがあります。その代わり秋元康プロデュースのアイドルグループは若手作家の登竜門的な立ち位置として、音楽文化に貢献している部分っていうのもあると僕は思ってます。まあとにかくユースケースのお二人のようにジャニーズ畑からこう引っ越してくるっていうパターンは珍しいんじゃないかなって思うんです。なぜそんなことが起きたのか、それは嵐が解散したから、そして、ジャニーズの経営陣の世代交代で、絶対王朝っていうのが揺らぎ始め、ジャニーズポップスの音楽的な方向性っていうのが大きく変化してきているからだっていうふうに僕は思うんです。音楽に限らず、業界の勢力図っていうのは、誰かが引退することとか、何かが消滅することで、一気に動き出します。SMAP の解散から始まり、TOKIO、V6、嵐など、90年代からこうずっと一線で活躍していた人気グループの音楽活動休止っていうのが続きました。そういったグループのサウンドの中核を担い、J-POP、アイドルポップスを牽引してきた作家さんたちっていうのは大きな取引先との仕事がなくなっちゃったと。でもジャニーズからは新しいグループがどんどん生まれ続けるじゃないか、そういうふうに思うかもしれませんが、2020年デビューの SixTONES、SnowMan から明らかに音楽性が変化していて、2018年デビューの King&Prince もそっちに合流する気配があります。SMAP から25年30年続いたザ・ジャニーズポップスっていうのを作れる作家さんの需要が明らかに少なくなってるんですね。ジャニーズの世代交代に乗じて LDH グループとか、日プゼとか、スカイハイプロデュースの BE:FIRST などが、活躍の範囲を広げており、男性アイドルグループの勢力図っていうのは今一気に書き換えられてるなっていうふうに感じます。それらのグループの音楽的特徴っていうのもやはりザ・ジャニーズポップスのそれとは違うんですね。対して女性アイドルグループの勢力図はどうかっていうと、アイドル戦国時代って呼ばれた時が過ぎ、焼け野原に坂道グループが仁王立ちしてるっていう状況、そして坂道グループの音楽性っていうのは、まあ、良くも悪くも歌謡曲ポップスから変化を見せる兆しがないと。そこに来てのユースケースのお二人の参入ですよ。まあ、これが IC 受けたし、しばらく同じパターン続けてみるかという、まあ、一過性のものなのか、それともユースケースさんが開いた扉にジャニーズポップスの職人さんたちがどんどん流れ込んでくるのか、今回の君に叱られたは、その分かれ道、ターニングポイントになるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんです。ジャニーズの音楽的 DNA っていうのが、坂道グループに受け継がれていく、そんな未来もなくはないかなっていうふうに思います。ユースケース楽曲の音作りっていうのは、他の楽曲と比べて一味違うなっていうふうに思います。他の楽曲のクオリティのアベレージと比較するとかなり高いところにある、まあ、細かいところを指摘していけばいろいろあるんですけれども、今回の楽曲に関しては低域のまとめ方が全然違うなっていうふうに僕は感じました。僕はアイドル楽曲、アイドルが好きであるっていう前に、音楽好きとして丁寧に作られた音に説得力のある作品っていうのが少しでも増えればいいなっていうふうに思ってますし、女性アイドルの世界では一人勝ち状態の坂道グループにどんどんと才能が流れ込んで、で今まで見られなかった音楽的な側面っていうのが見れたらすごく嬉しいなっていうふうに思います。果たしてどうなるのか、君に叱られたの編曲者が誰なのか、
あとは、今回のシングルのカップリング曲の収録内容っていうとこから読み取れる部分もあるんじゃないかななんていうふうに思います。すごく楽しみです。いかがでしたでしょうか。ぜひ君に叱られたの感想、そしてこの動画に対する感想、コメントでいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。